こんにちは、シュウです。今回もぶつ盛りやっていこうかなと思います。今日何やるかっていうと、海の幸捕まえようかなと思います。残り3つなんだよね。なんで今日でコンプリートできるかな。まずこのナマコの下、これ捕まえようかなと思います。一応調べて今取れる季節にしたね。でもさっきメール見たら、もうすごいね、プレゼント、すごい欲しいものリスト、アマゾンの欲しいものリスト並みにすごいみんなからプレゼント来てるね。多分みんなこのプレゼントないんじゃない？多分あれだろうね、時間行ったり来たりしてる。おー、次の子一つだけ開けてんの。なんだこれ、グルミン。ねえ見て見て、この服超可愛くない？お店で一目見た時から絶対シュウちゃんにプレゼントしようって決めてたの。受け取ってくれると嬉しいね。うわ、おしゃれ番長グルミン。なかなか自分じゃ名乗れないよね、おしゃれ番長。自称おしゃれ番長だね、通称。いや、もらってみようか、プレゼント。私手紙開いてたけどもらってはなかったな。いきます、じゃん。お、ウサギ。いや絶対似合わなくない？女の小物じゃない？本当？おしゃれ番長。いや、おしゃれ番長、これなんか幼稚園ぐらいじゃない？幼稚園生がなんかお母さんに着せられるみたいで、やだなこれ。あ、でもね、なんかね、私前回このチューブトップをなんかマジかよってキャラクターにもらったんだよね。でこれをなんかね、住人にあげると面白いですよみたいなこと言われたんだよ。なんでこれちょっと住人にあげ、あ、そこのキャラからもらったんだよね私。じゃあみんなこのキャラにあげてみるわ。そのなんだっけ、チューブトップ、なんか面白い反応するってコメントにあったんだよね。するかな。いや、このちょいかつい感じでやっぱ笑ってほしいもん私。まさかこれってチューブトップか。よし、早速あげてみようとするか。おえ、なんか大丈夫、これバンされない？過激すぎ。いや、過激すぎよ。ちょうどこういうのが欲しかったと思って助かったんです、タロが。あ、面白い反応はしないけど、面白いね。うわ、王の威厳なくなってんじゃん。え、ダサ。え、ここ座ってほしいな。そこでなんか足組んでほしいもんね。いや、超セクシーじゃん。うわ、これ全員住人に着させる？お、いた。これあれじゃない？このイベントっていうか、あれだよね。今回のアップデートで追加されたやつで、なんかこいつ助けると、海賊シリーズもらえるらしい。なんかね、昔の DS にあのラコスケ、ホタテあげて出てくるやついるじゃないですか、海に潜ると。昔だとあいつから海賊シリーズもらえたんだよ。なんだけど、今回この子からもらえるらしくて。だから、私、海賊シリーズ一回ないんだと思って、ラコスケ、マーメイドシリーズだから。なんだけど、海賊、あ、海賊なんだ。もしかしてあんた、俺様を助けてくれたんだ。お、助けたんだよ。お前、能力者だから泳げないんだろ。あー、通信装置ね。これも普通のと同じなん、多分5個集めてくださいよみたいな感じでしょう。通信装置はおそらく海に沈んでるはずだ。というも、やみくもに泳いだんじゃキリがねえ。何か陰品、え、あ、そう、あ、ちょ、今スコップで掘ってたわ。なるほどね。お、お、通信装置これ、あ、1個でいいんだ。しかもなんかスマホみたいだね。初めてやる私このイベント。お、いや、これあるな。いや、みんなこれだわ、新種。私持ってないやつ、なんとかなんとかナマコ。初めて見る、このデカさで、この動き。いけ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 。さあ来ました。うわー、デヴィ夫人の靴下、マジゲー。絶対来たと思ったんだけどな。いや、あー、靴下かな。さっきと同じムーブだね。さっきと全く靴下ムーブ。今、一応取るけど、よし、ハートキャッチ靴下。うわぁ、みんな来た。見えなくて本当に申し訳ない。ナマコだね、おそらく。ごめん、ちょ、明るさ調整できるかな。よー、来た。今、私、編集のし頼む、千住ナマコ。キモかわいい。おー、すごい。公式のキモい入りました、皆さん。よし、あと残り2つだね。おー、キモかわいいのかな。キモキモいい。あんまキモかわいいって言葉よく聞くけど、使いどころわかんなくない？なんか今のも私、なんだっけ、千住ナマコ。まあ、キモかわいい、公式さんのキモかわいいやったけど、なんかあんまかわいい要素ないもんね。どこで使うんだろうね、キモかわいいって。いまいち私、使いどころがわかんないね。おー、こういうこと？キモかわいい、これ。これまさにじゃん。いや、そんなに求められるとなんだか嬉しいよ。キモいよ。でもかわいい。こういうことを言うのか。うわ、実物大キモかわいいじゃん。みんな見て。なんかおじさんなんかやってる。
やもう不審者でしょ。夜10時2分、あの格好、いやもう通報したいもんね。速攻通報した。あ、みんなこれ何行ある？すごいでしょ。結構あるんじゃない？なんか量多い気がする。おじさん、おじさん何やってんの？おじさんこれ気になってんだ。これ取り上げたらどうなんだ？おお、すごい、おじさんも取り上げられるんだ。これね、あげたいんだけどね、あげれないんだよね確か。これお、みんなこれラストっぽいな。これ捕まえて残り1種類じゃない？伊勢エビでしょ。お、伊勢エビ来ました。残り1個だね。結構すぐ取れたね伊勢エビで。千住ナマコがマジで出ない。さっきのなんだっけ、ゲロかわいいだっけ、あれがね1時間ぐらいかかったね。さあ残り1個、これがね、なんかホタルイカらしいんだよね。多分ホタルイカはすぐ出る。あ、でこれ、これマジ全然出ない。こんなのリアルにいんの本当に？これ空想上の生物じゃないの？任天堂さんが作った本当にいいのかな。お、どうした、ラッキー、ラッキー久しぶりだね。ウサギの T シャツ全然売ってないよ。僕の探すの疲れ、いや持ってるんだよ私実は、ウサギの T シャツ。あれ、種苗が持ってるのって、もしかして、え、合わないんじゃない？いや、まあいいよ全然。いくら？いや200やっす。いや、いいけど。え、着るの？なんか今の服の方絶対合うよ。あ、なんだっけ、あれあげたいね。あの先生、校長先生、国語の先生にあげたあの服、あのセクシーな服、ラッキーくんに。あ、着ないんかい。着てほしかったな。よし、ラスト1個ホタルイカだね多分すぐ。あ、でなんか飛び込みやってほしいみたいなこと言われたんで、ちょっとやってみようか。飛び込みね、こういうあれじゃできないんだよね。ちょっと段差あるとこじゃないとできなくて、なんかこういうとこで A 連打したら勝手にいけるね。ビョーンっていいよね。なんかすごい楽しいわ飛び込み。お、なんかこれっぽいかもしんない。あー、多分これだわ。今までに見たことない。よし、コンプだね。いやごめんね、いや今回夜にしか取れなくて。お、素潜りで取れるメス全部取った。これなんか寄贈したらもらえるかな。金のマリンスーツもらえるかな。もう破れんのやだよ。いや破れたことないけど。そう、今回取れるの全部夜しか取れなくて、ほんと朝に取りたかったんだけど、めちゃめちゃ多分見づらかったと思う。よし、寄贈してきます。さあこの2つでコンプだね。早く破れない金のマリンスーツくれよ。まとめてお持ちください。どれどれどれ。でもね、虫だと金の網で、釣りだと金の釣り竿だから、なんかあってもおかしくない。ひょっとしてこれで海の幸全部それも揃った。いやはや、どうも海の幸コレクション完成ですよ。めでたい。シューさんには感謝してもしきれません。ご協力ありがとうございました。お、なんもないんだ。いやまあアップデート様子だから仕方ない。いやでも水族館見に行こうか。この左上のあのあれじゃない、タコじゃない、なんだっけ、すげえ怖い、なんとかダコみたいな。だ、なんかあんま目立たなくない？あ、でもカニとかは、すげえカニ、カニ全然眼中に入んなかった。あ、でも目立つね。あ、夫人の靴下もあるじゃん。へえ。あ、ダイオウグソクムシもいる。なんかこういうミニゾーンに入れられるのかな。なんかこういう、いやこのちっちゃい魚ぐるぐる回ってんの超よくない？私これ超好きなんだけど。まあ、今回の海の幸と全然関係ないんだけど、すげえ好きこれ。ここにはいないね海の幸。おー、すげえ。あ、すごい、これなかったよね今まで。これクラゲだよね今まで。この無地だった気がする、何もなかった気がする。うわ、今の下のデザインいいね。あと左のあれ藤壺じゃないこれ、この石についてるやつ。うわ、いいね。よつき今一番これ感動だね、このクラゲ、これ超好きだわ。あ、で今までこんなのあったっけ。これカニあるね。あ、でクリオネ、あ、クリオネ、クリオネはいたっけ、もともと全然覚えてねえよ。あ、いたわ。お、これチンアナゴじゃない、この目の前、左目の前にある。あー、すごい、いいね。まあ、こんな感じだね。で私がやっぱ一番感動したのはこのクラゲゾーン。いやこれ超好きだわ。一応で次の日にしてみようか。ワンチャン博物館からなんかプレゼント届いてるかもしれないから。みんな届いてないわ。ゴメス母、ミスズ、タックン、はじめはじめ、ゴメス、いやーでチューブトップでこれみんなにあげようと思って私買っといたね。お、海賊から来てんじゃん。お、海賊のブーツだって、この辺に飾る。うわー、ちょ、靴分かりづらくない？いや嬉しいんだけど、靴ってね、なんか樽とかドーンって欲しかったね。うおー、来てくれてる。来て、お前何気に気に入ってんじゃん。誰にあげよう。どう、君もこれでセクシーの仲間入りだよ。来てみて。おー、すごい、めっちゃ見えるね、めっちゃ見える。あ、君には着させられないもんね。どうぞ、ラッキー、ラッキー、もうそれ隠せないよ服で。チューブトップ、いいものもらっちゃった、早速着替えよう。おー、キモいね。
あ、でもなんかもう全然違和感なくない？なんかもう普通だよね。逆に履いてない人が違和感。ほらゴメスとかめちゃめちゃ違和感。なんかね、身長ちっちゃいキャラに履かせたいんだよね。だから今ヘンリー君とかマジカルとか探してたんだけどいないんだよね。おー黒ね。なんかやっぱ一番この子が似合うね。タロガの国語の先生。お、はじめとかいいんじゃない？はじめなんかいつもこの服着てるよね。なんかちょっとイメチェンもたまには必要だよ。わーでもあと、うわーあと2つしかない。もう貴重な1枚よ。しょうがねえな、はじめと私の中だもんね。あげるよ。あこれちっちゃいキャラにあげたらどうなんだろう。なんか多分ちっちゃいキャラそんな良さが出ないと思うんだよね。ああいうでかいキャラにあげてこそ初めて良さが出ると思う。なんか見たことがある気が。いやー以前マジかよからもらう。いや大丈夫、新品よ新品、そんな気にしないでよ。あーなるほどね、セクシー感が増すね。おーすげえ、見てこれ引き剥がせんだ、知ってたみんな。これ、おお、すげえ怒ってる。すげえ怒ってる。いやいや、冗談だって、冗談。ほら、イェーイ。いや、嘘だって。え、そんな怒る？ウィー。やばい。みんな、お、よかった。よかった。機嫌直してくれたんだ。よかったよ。ごめん。私、負けてられないね。引けない時があるね、私も。いかに君に睨まれようと、私も睨み返す時が来るね。悪か、バイバイ。